ごま油の卵ご飯を食べてしまうと、僕は多分ごま油のかかってない卵ご飯をそんなに美味しくないと感じてしまうので、で、ほら、今の僕は卵ご飯食べる美味しい幸せ、卵ご飯食べる美味しい幸せ、卵ご飯食べる美味しい幸せっていうので、基本、卵ご飯さえ出てれば幸せなのね。だから、お腹すいた卵ご飯幸せっていうので、基本的に幸せに対する方程式の完全パターンがあるのよ。なんか、ほら、人ってさ、生きてるとストレスがあるじゃん。なんか嫌な思いをしたとかさ、嫌な経験をしたとかさ、変なものを見たとかさ、なんか臭いおっさんが横にいたとかさ。でも、基本的には卵ご飯美味しいみたいなので、僕はそこでリセットされる人生なのね。寝る気持ちいい楽しいみたいなので、っていう感じで、こっちでは卵あんま食ってないよ。なので、僕の完璧方程式、卵ご飯、美味しい幸せが、ごま油を習得してしまうことによって、この方程式がなくなってしまうんじゃないかっていう恐怖感があるんだよ。そこでごま油の卵ご飯は確かに美味しいと思うんだけど、そのせいで、卵ご飯美味しい、不幸せっていうの、卵がそんなに美味しくない、不幸せっていうのになってしまうんじゃないかっていう恐怖感。いや、たまにフランスで卵ご飯食べるよ。で、美味しいなと思うんだけど。なんだろうな。そうなった時って、僕ほら、残りた80まで生きるとしたら残り40年あるじゃん。そうするとさ、卵ご飯が幸せの象徴から不幸せの象徴になってしまうんですよ。それってさ、人生にとってすごくでかい出来事じゃない？今まで何かあっても幸せになれる象徴だった卵ご飯がさ、食べるたびに不幸せを感じる象徴になってしまうわけじゃん。ていう相当不幸なわけですよ。そう、知らぬが仏。で、ここで。